選挙が終わった翌日に第54回目の被災地入りをしましまた理由は2つありまして選挙中もずっと民主党に自民党の国土強じ化っていうのはけしからんと国土強じ化で日本中で工事を始めちゃってそのことによって大切な東北の復興の資材が値上がりして逼迫して事業が進まないと、まあ、そういうことを言われてきたんで。 きちっと東北の地方整備局長とも話をしてデータを見て検証してでまた足りないものは地域の外からきちっと確保したりえまあとにかく困らないようにスムーズにいくようにっていうことをやりに行ったんですけどもあのこの辺見ていただきたいんですけれども確かに前の国会でも言われていたように急にいろいろなものを作る何を作るにもコンクリートと砂はいりますよね。 で皆さんふっと忘れちゃうんですけれどもコンクリートって一定の時間以内に使っちゃわないと固まっちゃいますでしょだからあんまり遠くから持ってこれないんですよであれこそ究極の地産地消でございまして、えー、そこでプラントが足りなくなっちゃった太田国交大臣が3月に宣言されてなんと公的にプラントを宮古と釜石で作っちゃったということなんですよ。 でなんで民間でできないのかということを言った人がいるんだけどそれっていうのはやっぱり論理矛盾であの私たちはその早めに集中復興期間を置いているとで自民党になってからそれこそあの郵政の株式なんかも入れる形にしてえ復興の総経費を25兆円まで増やしましたからあのいくら事業をやってもまだまだあの余裕はあるんですがあの平成元年から2年のバブルのピークの時に まあ民間も国の予算も国も当時はそんな赤字じゃなかったんですこれだけあったものが直前にここまで減って3分の1になっちゃったんですね。3分の1のところまで建設土木っていうのは小さくなった小さくなったところに急に壊れたものを作り直すあるいは高台移転する防災拠点復旧するでこれで今倍にしてる倍以上にしてるんですがこれがこう続くという保証がないので。 民間はプラント投資しないんですよそれはどんな経営者でもそうですねそれを公的に補わなきゃいけないというのはそれはどこでもそうですですからそのことをやっているんですがあの15か月予算で増えている間それをきちっと私たちが流せるようにしようということの中でいろんな工夫をさせていただいております。そそしてのの日の夜に 石巻のグランドホテルという歴史のあるホテルが40周年を迎えまして会長さんは観光協会長さんで私の石巻講演会の大幹部です素晴らしい方でいろんなところから震災復興に尽力していらっしゃる NPO やもちろん地元の市長さん議員の方それから中央の官僚の方もみんな来た中でトップバッターでご挨拶をさせていただきました。でいろんな方と まあ石巻私10回以上入ってるんですけれどもお話しして復興というのは皆さんこれからなんですよこれからそれで確かにいろいろ値段は高くなっちゃってますが今まで仙台地域って安かったんですよまあはっきり言って供給があったのと景気がこういう地域に比べて悪かったんですよねそれが上がってきてももっと高い地域があるということをぜひ見ていただいてまあみんなが競争してる間の まあ適正なところになってるので、であまりにも安かったんで、あの入札かけても工事を誰も受けないところがあったり、それから人手不足は今でもありますわね。あの被災地来られてる方は分かられると思いますが、他県のナンバーが多いです。でも、それも含めてね。あの、日本中でこの仕事をやり遂げようってことでうまくいっているなと私は思います。ただ、何もかもできるわけじゃないで。私たちは10年経ったら復興サミットをね。 まあ石巻でも仙台でもぜひやりたいなと思って、あの当時の記憶ですね、記憶や記録これをアーカイブにしたいんですよ。というのはもうたった2年半で皆さんもう風化してるんですよ。もう関東伊勢行ったらもう出来上がってるんでしょって思ってるんです。で遠くの人たちも自分たちは置いてかれてるんじゃないかと思ってる。で私は今度8月の末に静岡市で南海トラフに 遭遇する場合それに準備してどこまでのことができるのかっていうのをまたあの兄弟の藤井教授とかあの全部お呼びしてやろうとしてるんですけれどもこれだけの悲惨な東北における教訓を一番被害に遭って死者が出る静岡県や愛知県や和歌山県で生かしきってないんですねで。ところが海外の地震や津波なんか日本ほどない人たちが研究者として来てその記録を持って帰ってるんですよ。ここがだから日本人の もうある意味よどみに浮かぶ歌方はかつ消えかつ結びてというねそういう精神である意味こだわらないからこれからけの災害を乗り越えて悠久の国家が作れたのかもしれないけれどもでも悲惨なことにも目をつぶらずに何が悪かったのかをもっと検証してそのノウハウを使った上で壊れないインフラ作りをアジアに持っていくとかね例えばインドネシアとかベトナムとかもっと被害に あった場合ひどい国が日本の近隣友好国にありますからそういうところに日本こそいいものを作れるとこういうものがある意味で新しい日本の戦略投資になるんですすねこれがまままだだ始っったばかりだと思ってますそれからあの被災地においてはあのさ上げこのかさ上げっていうのはそのもう液状化したり地盤が沈下したところに物が建てられないんで石巻なんかは水産加工がないと生きていかない町ですから。 何千人から何万人の雇用がそこにあるけれどもそこが全部壊れちゃった民間男児だったと初めて私当時安住さんと話をしてそこを固めて公的なお金をを出す方法を考えて今そこはししましたその宮城エクスプレスさんというその報道でもたくさん取り上げられている会社さん見に行ってきましたけど上はヘリポートがあって。 あの避難所を兼ねておりますからもう今だんだん生活の知恵になってきて何十年に一度の災害が起きたときに人が亡くならないものがあまり壊れない町づくりということで再建してるんですねそれからこれは総務省のまあ自慢じゃないんですけれども ICT を使った町づくりで私この市長さんは友人なんですけれどもこれ大崎は震度は非常に高かったんですけど街中なんですよねところが地震にあったあとこの町中が空洞化をしている。 で空洞化している街中に残っていただいてお年寄りが増えても万が一の災害の時に見守りができるサポーターがきちっといるというこの w i f i 街頭を作った災害に強いネットワークとか新しい復興まちづくりをどんどん始めようとしてます防災力の向上ですからねすごい知恵がたくさん出てるんですよ。こここのの中中でどれが競争力力をを持つのかそににきちっと注力してて日本中に広げて 自分の町にはこれが合うなとで自分の町はこのアイディアを使ってもうワンランクバージョンアップしたいと楽しい ICT まちづくりをこの経験を得たからでできるんですよねだから今からまちづくりやるんだったら首長や議員の皆様災害に強いという意味と ICT 見守り機能というのを入れない限り、まあ、職員なんか倍に増やせないんですから絶対に無理でございますから是非そういったことをやっていきたいし皆さん復旧復興はこれからなんですこれから。 今からが本番なんですこれから具体的に目に見えたものができていきますからどどんどん東北に見てきてきください7月の22日の時点で54回行ってますけれども年内にも多分月にまた23回行くと思いますがぜひお会いしていろんなセミナーを東北だけじゃなくて東北の経験を生かす形で災害の可能性が高そうなところで首都圏でもあるいは神奈川伊勢の太平洋側でも ぜひやりたいのでえこのチャンネルご覧になったらそういう有志の方はどんどん声をかけてくださいはいさつきチャンネルこの話をするといつもこう力が入っちゃうんですけど大変だったから立ち上がる希望があるんですよ人って弱いようで強いと思います頑張りましょう youtube さつきチャンネル登録してねさつきチャンネル必ず登録してねよろしくお願いします